面接とは、人物像や能力を見たり聞いたりするために、直接会って対話などをする行為を言う。面接は、入学試験や就職、資格取得の一部など試験においてや、カウンセリングや聞き取り調査などで用いられる行為である。面接の目的は、書類や筆記でのアンケート内し、テストでは判断ができない人物像や能力、思想などを、実際に会って見極めることにある。 そのため、大抵の場合は、氏名や住所、経歴などについて事前に書類やアンケートで調べ、ある程度は情報を仕入れた上で面接を行うのが一般的である。こういった事前に、当人から得られる情報のほか、当人に関係する、または専門に調査する、第三者からも情報を収集する場合がある。これによって得られた情報をもとに面談し、 当人と対話してさらに詳しく調べる。面接を行う場所は、事務所や会議室、応接室などの仕切られた空間で行われることが多いが、喫茶店などの飲食店で行う場合もある。実技能力を見極める場合には、実作業を行える環境が用意されている場合がある。なお、近年では、海外や遠隔地で交通費が多額になるなど、実際に面と向かって、 面接を行うことが困難な場合に、インターネット回線を通じて、カメラで動画を互いに配信し合いながら、面接を行うケースも、稀に存在する。こうやって得られた情報は、面接を行った側が印象として脳裏に留めるに、終わるか、第三者の便に即するように所定の書式で、書類化されるかは面接の目的にもよって様々では、あるが、その多くではより多くのものを面接する上で、 質問事項や様式が定型化されており、面接を受ける側が示した様々な反応は何らかの形で記録される。面接という言葉の歴史は浅く、旧日本海軍軍人だった松田千秋が総力戦研究所メンバーを採用する際のシステムを面接と提唱したのが由来とされる。面談と混同されることもあるが、面談の方は、 両者がお互いに話し合うという点で全く別の意味である。面接試験では学校や企業が受験者に直接会って質問する試験方法の一つである。質問に対する答えの内容、受け答えの仕方や態度について評価をする。形式は個人面接や集団面接ないしグループディスカッションがある。 いくつもの方法があるのは、より多くの情報を面接を受ける側から引き出すためで、ある。入学試験における面接は、主に推薦入学で実施されるが、特に私立学校の場合は、一般選抜でも行われることがある。回数は、大抵1回である。私立幼稚園や小学校で入園、入学試験が課せられる場合は、児童だけでなくその保護者に対しても面接が行われる。 ことがある個人情報保護との関連により、大学入試に際しては、全国高等学校校長会から次のような問題については質問をしないでほしいという申し入れがあり、ほとんどの大学ではそれに対応した扱いをしている。禁止される質問は以下の通り。なお、面接では当人の自発性や積極性、理解力などが評価の対象となるが、場合によっては、 集団で一定の場に置き、周囲のものとの相互関係を観察するなど、当人が面接を行う側に直接的に返す態度と並行し、周囲に示す態度なども評価の対象となる場合もある。新卒採用民間企業の正社員採用のほか、公務員試験や教員採用試験においても、ほとんど全てにおいて面接が行われる。大企業では複数回面接し、 最初の段階で採用担当者が最終面接では役員が面接に当たることが多い。中小企業は直接雇用者が一度だけ面接をして決めることもある。特に国家公務員の採用試験では筆記試験、合格互換庁訪問をして、象徴ごとの数字の面接を受ける必要がある。面接担当者によっては応募者、受験者に対して故意に高圧的な態度をとったり、 受験者の嫌がる内容を質問する、いわゆる圧迫面接を行う場合もある。この手法は、プレッシャーや予測できない事態への反応、不条理、理不尽な状況に対して、どう対応するかみたい場合に行われる。こうした手法の中には、侮辱や名誉毀損などに相当する者も、も多数見受けられ、絶対的に弱い立場の受験者を苦労するかのような、 面接手法には批判もあるが、業務に求められる資質を乱す上で必要だという理由づけから行われる。ただし、これは受験者の受け取り方次第でもある。何人かの受験者と共にグループディスカッションを行い、時事問題などをテーマとして話し合い、その発言や議論の進め方などを見て評価する手法もある。他者との関係をどう構築するかやテーマへの参加に対する、 積極性、あるいは他者の意見を汲み取る理解力などが観察される。テーマは採用される業務に関係しない場合もあるが、その多くでは新聞などで情報収集が可能な範疇である。近年、採用活動においてコミュニケーション能力の重視を標榜する企業や観光庁も多く、就職試験の際に筆記試験より面接が重視される傾向が強くなっている。 1990年代後半以降、大学やハローワークが就職率向上という名目で、面接対策セミナー、コミュニケーション能力養成講座などを学生に行うことも増加した。経験者採用経験者採用の場では、職務経歴書と面接が重視される。筆記試験が行われることは比較的少ない。というのは、企業が経験者に求めているのは、 入社直後からバリバリと実務をこなしていくこと、実際に期限内に具体的任務を遂行して企業の収益、利益に貢献すること、実行力であり、単なる言葉による知識だけでは全然役に立たず、ペーパーテストがあまり意味を持たないことが多いからである。あるいは言葉レベルの知識に関しても、 細分化された専門領域で要求される知識に関しては何らかの資格試験が存在していることも多く、特定の資格を取得していることをもってその分野の知識を習得していることが確認できるためでもある。通常、面接では応募者の過去の実務経験、実績、習得済みのスキル、入社後に実行可能なことなどが問答形式で確認されると同時に、 書類だけでは現れにくいオーラルコミュニケーション能力、人格面、性格面も総合的に見極めるということが行われている。就活の面接において面接官からあなたのやりたいことは他者でも実現できるのではないですかなどと志望動機の深掘り質問をされる場合がある。これは自分が語った志望動機では面接官の求める情報を的確に伝えられなかった。 可能性が高い。そのため深掘り質問をされた時にすらすらと回答できなければ、この子は自己分析、企業研究が足りていないんだな、とマイナスな印象を与えてしまう。もちろん一発で面接感を納得させられる、志望臓器を考えられればよいが、一度も経験がない、仕事への志望臓器を深く語るのは難しいと感じている学生もいる。市川慎一は、 和田秀樹との対談において、東京大学理科3類の面接試験導入に、決して賛成ではない、との自身の考えを明らかにしている。その理由として、短時間の面接で、そこまで人を見抜くことはできないと思うからです、と言い、面接対策などは、学校が面接の心得くらいのものを渡して、一二度練習するくらいのことで十分だと思っています。と述べている。 それを受け、和田秀樹は面接試験導入時の医学部長の教えたい人間だけを取りたいという発言を薄気味悪いほどの自信と称しつつ、ああいう人を見ているから余計に面接に不信感を持ってしまうのです。我々精神科医から見ると、あれだけ人物表情に自信を持っているのを見ると、むしろ選ぶ側がパラノイアなのではないかと心配するわけです。と告評している。 和田の発言に対し、市川は、社会心理学の内容にも絡む話と断りつつ、ほとんどの人は、自分には人を見る目があると思い込んでいる。ある程度知的な人は、ますますそうでしょう。ちょっと見れば、どんな人であるか、どんな人になるか、高い角度で推測できると。と述べ、面接試験の角度に疑問を呈している。それらの対談の総括として、和田は、 会社の入試面接なども同様であろうと言いつつ、現在崩れつつあるとはいえ、終身雇用社会の日本で不完全な面接の犠牲になってチャンスを積まれてしまう人がたくさんいるのは残念なことですね。と述べ、現行の面接重視の採用主権を批判している。面接希望者だけが言動に気をつけるのではなく、企業側も言動には十分注意しなければならない。 面接担当者が面接希望者に不採用をすでに決めているということを前提として無礼な振る舞いをしてしまうことが多い。まだ採用していない状況下では面接希望者はあくまでもお客様であることを忘れてはいけない。面接時にあまりにも無礼に振る舞うと面接希望者は不快感を覚え、それが短期間の間に広まってしまう。服部康博によれば面接による選考は 科学的に妥当性が低いとしている。上記のように面接についての会議的な見解もあり、非効率、求める人材を見落としてしまうなどの理由から、近年では面接を廃止する企業も増えている。面接調査では、試験とは違い何らかの可否を決定するものではなく、個人を通して様々な情報を収集するために行われる。いわゆる街頭アンケートや市民の声などは、 その秘近な例であるが、面接調査では、無作為に抽出したものに対する場合と、あらかじめ選抜したものに対する場合もあるが、どちらも面接相手を通して様々な事象に対するデータを収集するのが目的である。このデータは、統計的な手法で扱いやすいよう、あらかじめ提携の質問が設定されていることも多いが、 例えば、所定の質問に対してある方向が示されたら、その方向でさらに次の質問を用意するなど、いくつにも分岐している質問が用意される場合もある。また、詳細を得たい質問には、対話を通して、相手が何を思っているかなどをより詳しく説明する、よう促す場合もある。ただ、質問の仕方では回答者の答えが、質問者に誘導されてしまうこともあるため、 あらかじめ質問の内容はよく配慮する必要がある。脂肪臓器の深掘り対策、準備しておくべきポイントとその作り方とはありがとうございます。